人にも気遣うこと、これはいいことやね。で、喧嘩した時は花束をプレゼントすること、ですごくイライラしてる時でもお花とチョコレートさえくれれば許す。もう仏壇やんか。で、まあお腹が空いたら不機嫌になるので空かせないようにすること。こんなんでも彼氏が浮気してイライラしてもそれがお花持ってきたらもう許してくれる。うん、なんか結構そこまでなんか関心が私ないんで、私に対してこういうちゃんとしてくれたことをすれば別にオッケーってなっちゃうから、なんか普通のネチネチした女の子よりかは楽だよって言ってんの。これやってくれる。言ってんの。言ってんの。何？何よ。いいよな、この子は。ダメだよって言ってんの。ちなみにこのなんかこれがね、お腹が空くっていうのが一番嫌なんだ。そうなんです。めちゃくちゃ重要で、これが一番重要。はい、そうです。前にLAに住んでた時に付き合ってた彼氏と喧嘩した時に。お腹すかせたんですよ、彼が。私お腹をすかせて彼の車のフロントグラスを割った、っていうぐらいイライラした。すごいね。そこまでの感情差し上げなる、人生で一度も今のところないですね。ないよな。なんか私みたいなタイプ、多分あのこれテレビで見たら、うわ最低な女、こういう女付き合いたくないって思うのが一般的だと思うんですけど、そういう女と付き合いたい人もいますよ。だって現に私がそういう人付き合ってるもん。わあ、わあ、だってそうだな。この付き合う彼氏はもうそんなもう好き放題やってるクランちゃんのことはいいよ、クランちゃんそうだそうだみたいななってくる。そう。いや結構ギャップがあって、ベッドの上とかはもうすごい。めちゃめちゃ女子とかで、もう男性が忘れられないような可愛い一面を持ってるような気がする。ずっとそういう話聞きながらベッドのこと考えてた。ずっと。さあ一方バイリンガルシルバさんですけども、32歳の時ですかね、突然日本で気づいたキャリアを全部捨てまして、もう曲も売れてるしテレビも出てるっていう時に単身ニューヨークに渡りまして活動されていたということなんですね。 DJ とか歌手で向こうでアーティストとして世界中でデビューしてやりたいっていうので、成功していくと思ってたの、はい、そのイメージを持っていったら、なんとニューヨークでの生活がこう全然こうえげつない災難続きの生活だったんですね。何があったの？なので今回ね、一応